いや、まあ1年間とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、昇格決まって優勝も決まってから、まあ、2、3週間ぐらいですね、はい、経ちましたけど、はい、今の気分、気持ちってどういう感じですか？いやー、嬉しい気持ちまだありますね。まだ余韻ありますね、はい。まあ、サッカーから離れてないっていうところもあるかもしれないですね。今もチームとして活動してるんで、うん、まあ、やっぱこのメンバーで勝ち取ったっていうところがまだ記憶としても鮮明に残ってるんで、はい、嬉しさあります、うん。どんなところでその嬉しい実感で湧いてきたんですか？難しいですね。まあ、でもシャーレ上げた時はめっちゃ嬉しかったですね。やっぱ J1 昇格決まった試合も嬉しかったですけど、やっぱ一番はシャーレをみんなでこう掲げた時が一番嬉しかったです。個人的にこのシャーレ、はい、その昇格の日とかうわーって上げた？いや、上げてはないですね。でも持ちました。持って、はい、持ってちょっとスタジアムの周りというか、あ、回るときにちょっと持ちました。でこう、うわーって、ね、あーやってないですね。やる2人でちょっとやりますあ、そう。でも本当にね、今シーズン、もうフルタイムフル出場っていうことで、はい、もう素晴らしい活躍だったと思うんですけど、まあ、大分からね、完全移籍して、はい、今シーズン入りましたけど、ちょっとかぶっちゃいますけど、まあ、どういう気持ちで今シーズン最初臨んだり臨んだんですか？まあ、完全移籍でやっぱりアルベックス新潟に取っていただいて、もうその時嬉しかったですし、やっぱりクラブにこう恩返しというか貢献したいっていう気持ちを強く持ったシーズンだったんで、もう本当にさっきの話と被りますけど、フルタイム出場できて、でなおかつ J1 昇格、J2 優勝っていうところに貢献できたんで、自分としてはもう本当にいいシーズンだったなと思います。まあ、その中でこうリーグ最少失点、ね、だったわけですけど、まあ、チームとしての守備っていうもの、もちろん最少失点だから、はい、素晴らしい結果だとは思うんですけど、今シーズン通して、まあ、どういったところのがその最初失点に結びついたと思いますか？やっぱり試合で出た課題っていうところを、改善点っていうところをやっぱチームでしっかり共有できて、でそれをトレーニングで改善しようっていう姿勢が、まあ、全員に見られてたんで、でやっぱそれを試合で実践して成功してっていうところのサイクルがいい感じにできてたんで、みんなのやっぱそういう共通意識のところがすごく失点を少なくした要因なのかなと思います。でも、まあ、コジは、ね、ずっと出続けたけど、まあ、センターバック2人っていうのは、はい、割とこう定期的にというか変わってやってたじゃないですか。その中のこう難しさとかってなかったんですか？いや、これよく聞かれるんですけど、難しさなかったですね。うん、もう僕自身はまあ、どの選手の特徴も理解できてますし、うん、逆にこう新しく組む選手と、まあ、試合をして逆に刺激をもらえるみたいな感じでやってたんで、まあ、結局はやっぱりスタイルが変わらないんで、みんなそのスタイルを、追求した中でこう自分のパフォーマンスを出すので、うん、まあ、誰が出てもあまり変わらなかったですし、僕自身は全然負担とかなかったですね。うん、でもその中でもこう出てる選手の特徴ってあるじゃないですか。はい、それをこう生かすために、はい、まあ、どういうふうにこう試合中心がけてたとか。生かすっていうところより、逆になんかその選手の特徴に合わせてたっていう感じですかね、自分的には。例えばやっぱ選手によっては守備範囲、個人で守れる守備範囲っていうところも、まあ、違ってくるんで、その選手はこういうところまでカバーできるから、自分は逆に出ないでステイして、その選手がボールを保持したときにバックパス受けてとか、そういうことは結構考えてましたね。逆にその選手の
まあ、カバーをしていくって、はい、まあ、同じパフォーマンスがチームとして出せるようにっていうところですよね、はい、そうですね。なるほどね、うん、まあ、それで、まあ、チームとしてそういう中でやってきた中で、まあ、個人の、今シーズン、ね、プレーしてきて、まあ、ちょっとその言い方あれなんですけど、やっぱり僕的にはその個人の成長っていうところが本当にこの結果を残した上ですごい、まあ、要因の大きな一つだったなとは思うんですけど、まあ、自分自身2020-21とアルビでやってきて、はいはい、ゴールキーパーとしてどういうふうに成長してきていると思いますか？まあでも僕は毎年やっぱ守備範囲を広げようと自分の中では意識してて、まあただなかなか怪我も含めてそこに対してはまあ向上していなかったというか、自分としてはちょっと停滞していた中で、まあ今年やっぱりそこを根底に置きつつフィジカルトレーニングだったり、まあ、キーパートレーニング含めてやっぱ継続してできたことが、その守備範囲っていうところにちょっと、まあ、ちょっとでもつながったんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、はい、そんなところですかね。いや、めちゃくちゃ反映されてると思うし、はい、今年はすごい自分でやってても手応えがあったんじゃないですか？手応えありましたね。まあ、一番あったのはやっぱりシーズンの終盤にかけてですかね、うん、はい、まあ、コンディション的にもだんだんこう上がっていった感じだったんで、うんうん、なるほどね。いや、なんか本当にその怪我のコンディションっていうところももちろんあったと思うけれども、今年の序盤にから終盤にかけて、まあ、もっともっと上がっていったって感じですかね？そうですね、はい、間違いなく、まあ、試合に出させていただいて自信もつかみましたし、うん、それでより自分のプレーの幅なんかも広がったりして、すごく楽しくサッカーできたんじゃないかなと思います。スーパーセーブよりも、はい、失点しちゃった時に、あ、もうちょっとこうしておけば取れたなっていう、はい、ゴールってたくさんあるじゃない、はいはいはい、で今年はまずその、あ、もう少しこれだったら止めれたなっていうのがあんまないよね。いやある。でもやっぱ序盤とかは感じましたね、うん、はい、でやっぱその映像とかも見て、客観的に見てやっぱもう少しこうしないといけないなっていうのを自分の中で整理して、まあ、日々練習をして試合に挑んでたんで、なんか試合を重ねるごとにそういうところも修正されていって、なんか自信に変わってきました。なるほどね、はい、それでいてオジが止めたセーブによってうちがアルビが追加点を取ったとか、追いつかれずにそこでね、神セーブがあったからそこで追いつかれなかった、で 1-0 で勝ったとか、はい、ね、お宮のように、あとは、まあ、追加点取って勝ったとか、まあ、または逆転して勝ったとか、まあ、そういうオジで勝ち点を取った試合っていうのが非常にたくさんあったなと僕は思ってます。ありがとうございます。本当にまさに今シーズン の MVP だと思います。ありがとうございます。まあ、そんな中で、でも、ね、いよいよまた来季は J1 ですけれども、ね、J1 といえば強力な外国人、ね、助っ人もいるし、うまいフォワードたくさんいるけれど、まあ、終わったばっかりでね、あれだけど、なんかイメージとかできてますか、 J1 の。まあ、イメージ、まあ、映像とかで J1 の試合は見てるんで、映像の部分だけで言ったらイメージはできてますけど、ただ映像と実際やるのっていうのは全然違うんで、スピード感だったり迫力とかも全然違いますし、やっぱそういったところは、まあ、試合をやってみないとわからないってところありますし、ただ自分たちとしては、J1 の基準を、
追求しながらこう今シーズンやってきた部分あるんで、まあ積み上げてきたものを出すチャンスだと思うんで、自分たちとしてはすごく楽しみです。まあ、まずまだあの、ね、練習ちょっと続いてますけど、はい、まあ、しっかり練習最後までやって、まあ、いいシーズンオフを過ごしてもらいたいなと思ってます。脇谷さん何かありますか？いや、あの守備ももちろん素晴らしいんですけど、今シーズン本当小島選手のアシストぐらいこうロングフィードで裏狙ったり前飛ばしたりっていう、そういう攻撃面でも非常に小島選手のフィードからチャンス生まれてたと思うんですけど、そのあたりもご自身の強みに今なってるのかなっていう。なってますね、はい、あのシーズン始まる前にあのミーティングで力さんもキーパーはアシストするぐらいやってくれって言ってたんで、まあ、僕は本当アシストするぐらいのつもりでプレーしてましたし、まあ、結果的にアシストつかなかったですけど、まあ、アシストにつながりそうなシーンも、中盤から終盤戦にかけて何シーンかできたと思ってるんで、まあ、その回数をやっぱもっともっと増やしていきたいなっていうのはあります。本当になんかこう相手フォワードのプレス受けてもドタドタせずに落ち着いてこうあのパスできてるのがなんかちょっとベテランの風格というか、なんか、はい、なんか落ち着きすごいなと思って。あでも結構大事ですよね、そういうなんか落ち着いてるように見せるみたいなところも結構ビルドアップするにあたっては結構重要なのかなっていうのは思います。やっぱりゴールキーパーが慌てているのを見てたら相手選手っていうのはどんどんプレスに来ると思いますし、ただそのワンプレーをこういなすかのように剥がせれば逆に今度はその相手選手はこいつ取れないからあんまり行かないようにしようとかプレッシャー行かないようにしようっていう風になるんで、そこのなんか駆け引きがすごい楽しいですよね、うん、なんでこう最初のイメージを植え付けさせるためのプレーっていうのは結構大事かもしれないです。前半のその立ち上がりの部分とかもそうですね。このキーパー取りきても取れねえやん、はい、って思わせたらもう勝ちですね。そしたらもう自分たちの本当にやりたいことがたくさんできるんで、それが結構試合通してできてたんで、はい、なんでもう僕自身すごい楽しくやってました。いやもう足元は J1 入れてももう本当にトップだと思うの でこれからそのゴールキーパーのところも、まあ、今今シーズンやってきて、ね、どんどん自分の自信になっていいプレーができるようになってきたと思うけど、まあ、間違いなく今のこの個人のそのまま進化していけばもう来年には必ず代表に選ばれます、はい。まあ、今日はねワールドカップ の日本代表 の発表の日だから、収録の日はね、まあ、そこにはちょっと間に合わなかったけれども、またきっとそして代表が新しくなるタイミングで来年多分選ばれてますんで、 J1 で大活躍して、うん、そうなれるように頑張ります。いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。